こんにちは、アンドロイドのお姉さんです。私はただいま高知県に来ています。今回は観光名所にもなっているあの沢田マンションに行ってみたいと思います。日本の桜田ファミリアや九龍城とも呼ばれる集合住宅、一体どんな感じなのでしょうか。沢田マンションの立つ場所の近くまでやってきました。市街地からは少し離れていますが、スーパーやスタバなんかも近くにあって便利な場所です。スタバの裏手の道に入るとその建物がすぐに見えてきました。もっとひっそりとしているものだと思っていたのですが、地域に馴染むように沢田マンションが建っていました。沢田マンションの特徴は日本最大の違法建築物だということ。もともと建築素人だったオーナーの沢田さんご夫妻が10年以上の長い年月をかけ増築に増築を重ね作り上げたのだそう。敷地は550坪、地下1階地上5階建ての鉄筋コンクリート造りのマンションです。こうやって見ると本当に巨大で要塞のようですね。今回はこちらの沢田マンション、通称沢マンに宿泊していきたいと思います。マンションのエントランス部分には野菜や手作りのデザートなどが売ってありました。マンション内には住居だけではなくピアノ教室や松エクサロンなども入っているみたい。バス停っぽいモニュメントもありました。そしてこちら沢田マンションの建築のきっかけとなった発動機。マンション建築において様々な場面で活躍したそう。マンション内には他にも発動機がたくさんありました。沢田マンションには現在約100人ほどが入居中とのことですが、何部屋かは入居者募集中でした。3万円で10畳ワンルームは安いですよね。そして観光名所にもなっている沢マンにはルールもあります。今回も事前に許可を得て住んでいる方のプライバシーに配慮しながら撮らせていただきました。入り口からつながるこちらのスロープ、なんと車に乗ったまま2階3階の部屋の玄関まで乗り入れすることができます。こんな構造のマンション他にあるんですかね。そして地下には地下駐車場があります。マンションができた当初、地下駐車場は珍しく高知市では初だったのだそう。今ではもう当たり前なので先見の目もすごかったのですね。マンション内を移動するためにスロープを上がっていきます。ちなみにこの沢マン、違法建築ということですが、1971年当初行政からの許可を得ずに建築を推し進め、完成してからも行政と時にはぶつかり合い、時には歩み寄り、現在に至っているそう。昔はいろいろ緩くて違法建築物は結構あったみたいですね。階段を上がっていくと、なんと豚がいました。もともとミニ豚だったらしいのですが、こんなに大きくなったのだそう。ウサちゃんもいました。おそらくこちらも手作りの螺旋階段を上がっていくと、屋上に着きます。屋根の上に猫ちゃんもいましたね。動物いっぱいでここに住んだら寂しくなさそうですね。屋上には家庭菜園がありました。そしてこちら、沢マンのシンボル的な赤いクレーン車。なんとこれも手作りだとのこと。人間って何でも手作りできるんですね。
そしてなんとエレベーターまでありました。ここにあるということはこれも手作りですよね。独学でマンションを建てること自体がすごいのですが、電気関係もできるというのは尊敬超えてもう脱帽ですよね。マンションの屋上からは高知市内を一望できます。もう夕方です。4階部分には池もあって、この池は沢田さんのお子さんが釣りをしたいといったことから作られたそう。自由自在ですね。マンション内いろいろ見てきましたが、今日泊まる部屋に向かおうと思います。マンション内にコインランドリーもありました。増築に増築を重ねた結果、中が結構複雑になっています。今回泊まる部屋はこちらです。中綺麗ですね。一人だと十分すぎるくらい広いお部屋。ちなみに一人一泊3,500円です。奥には畳のくつろげるスペースもありました。テレビもあって、おそらく手作りのバーカウンターで談笑もできます。キッチンもあるので食材を持ち込めば自炊もできそう。と思ったのですが、なぜか開かず。ここは工具入れみたいな、あんまり触らない方が良さそうですね。電子レンジもありました。そして年季の入ったボードゲームも。沢田マンション物語なる本も置いてありました。完成までにいろんなストーリーや紆余曲折がありそう。部屋を探索しながら思ったのですが、同じような趣味を持った友達と一緒に来た方が良かったかも。この空間独り占めはなんだかもったいない気がします。次は気になる水回りを見ていきましょう。トイレはウォシュレットはなかったですが、普通に綺麗です。そしてお風呂、ここだけが部屋の中で唯一レトロ感が残っている場所でした。正方形の浴槽、初めて見たかもしれません。ただ狭い空間の中でも一輪のお花が生けられていてほっこりします。もちろんシャワーもあります。部屋の中をざっと見たところで、夜ご飯を食べに行きたいと思います。ちょっと迷路みたいですね。あっという間に日が暮れて、歩いているうちに夜になりました。やってきたのは幹線道路沿いにあるこの建物。中には昔懐かしいレトロ自販機がありました。私は330円のラーメンをチョイス。自販機ラーメン初めて食べます。ほとんど待つことなく完成。ただラーメンがすごく取り出しにくい。器がベコベコなので力を加えたらすぐにひっくり返りそう。今ではほとんど見かけなくなった絶滅危惧種の自販機ラーメン、いただきます。
味は可もなく不可もなく、まあこんなもんだよなという感じ。今日のような昭和レトロをたどる旅にはちょうどいいかなっていう感じです。ラーメン一杯じゃ少し物足りなかったので、近くのスーパーでご飯を買ってサワマンに戻ります。夜のサワマンもまた雰囲気が違っていいですね。買ってきたのは高知らしくカツオのたたきと薬味を巻いた土佐巻きとチキン南蛮。高知のチキン南蛮にはピンクのオーロラソースがかかっているのですが、レンジでチンしたら全部溶けました。その土地のご当地メニューやお惣菜をスーパーで買うと本当の食べ物のポテンシャルがわかるような気がして、旅先でもたまにこういうスーパーの惣菜を買ったりします。やはり高知のカツオはスーパーでも美味しかったです。以前1ヶ月だけ暮らした中銀カプセルタワービルも現在解体工事が行われていて、同じ時代にできた沢田マンションも築50年を超え年季の入った建物になっています。いつ来れなくなるかわからないので後悔しないよう、今回来れてよかったなと思いました。サワマンを見ていると何でもアグレッシブに行動すべきだなと、そんな風に思います。寝る準備をします。おやすみなさい。宿泊した人がメッセージを書いたノート。サワマンに泊まるために遠方からやってくる人も多いみたい。というわけで今回は魅力的な違法建築物沢田マンションについての紹介でした。興味のある方はぜひ行ってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。